ティス TV イエーイ。まあということで今回、2月ですよ、はい、まあね前1月やったでしょ、はい、であれ結構ねまああの中身的にねちょっと寂しいかなと思ったけど結構まああの善次郎くんのイベントがかなりまああの好評で、まあ、面白かったよって言っていただいてねあの良かったですけども、はい、ということでキッズボスこと中谷進むとはい、かおりんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではこの番組趣旨を、はい、はい、お願いします。この番組は特殊メイクスタジオキッズカンパニーの普段の仕事の様子や、うん、特殊メイクの情報をはじめ関西のアンダーグラウンドな世界やディープなスポット、うん、面白いアーティストさんやすごいアーティストさん、うん、その他面白い場所やお店を独自にご紹介するエンターテインメント番組となっております。はい、はい、というまあね硬い、まあ、説明書きがありますけど、はい、要は、うん、まあ面白いところや、はい、まあなんかちょっとディープなところを、ね、まあ紹介しようっていう、はい、ただ単なるあの好き勝手な番組ですからね。はい、はい、でね、まあ、今回はその2月、うん、キッズカンパニーがまあどういうことをしてきたかっていう部分なんですけど、はい、2月ねあんまりまあ何もなかったんですよね。で、まああの今回この2月になって、うん、今年初めてのワークショップをまずやりました。はい、で、それの映像をですね、はい、まああの見てもらいたいんですけども、はい、今回は、大阪南堀江の、カフェスターリーで、はい、やりましたけど、キズメイクの初級から応用ということでね。うん、で、今回ね、妙に初めての方と、はい、それからプロのメイクさん、はい、ばっかりの会になってね。で、まあ皆さん、まあまあ、楽しんで帰ってもらいましたけど。はい、まあその模様をまずじゃあ、はい、見ていただきましょう。はい、どうぞ。まず、このスパチュラに、これぐらいの分量ですかね。入っていただいて、で、まあ、最初こうちょっとこう押し付けるような感じ。これで皆さんあの人の腕にやるときってかなり炎上するんですけど、炎上すると張り付きが悪いのでここは結構な力で押し付けてます。なのでここは炎上せずに押し付けていってください。でポイントの一つとしてこのワックスをあまり広げすぎない。この前後左右ね。どちらかというと、切り傷の場合は、その切り傷を作る部分に、少しこの縦長になるような感じで、ワックスを伸ばしてもらいます。で、余分にこう、伸ばさないように、いらないところは、この時点でまずこういうふうに。ていってあのどうしてもねつけたやつをなんとかしようと思ってどん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 広がっていくんですね。で広がらないようにしてもらった方があのなぜそういうことになるかというとどうしてもこういうワックスを使ったりシリコンを使ったりすると、皮膚でないものがまあ上に乗っかるわけです。素材が乗っかるわけなので、あまりの分量を乗っけてしまうと、やっぱり人間の目とかカメラとかを通すと偽物に見えてしまうので、そこは少ない分量を必要な分量だけうまいこと乗せるっていうイメージですね。この周りの青い色の分量と同じぐらいの分量を。なので今もほとんど治療ってこうついてるかついてないかみたいな感じしか見えてないんですけど、これの方がこの周りの肌の色と合ってくるのでそういう入れ方をしてください。必ずあのポテッと入れてしまうのはやめてください。で次にこれはさっき言ったみたいに
傷の深さとそれから血が乾いた色味を表現するための茶色なので、この傷の一番深いところ底辺に入れます。でこの時は筆を使ってもらって、筆先をできるだけこう尖らしてもらって、シャープにしてもらって、この中に入れるんですけど、入れ方ちょっと見ておいてくださいね。僕均一に入れてないんですね。こういうところと、こういうところと、ね、作ってます。で、必ず均一にしない。こういうふうに抜いてしまわないので、一番手って、ここはそうなんですけど、ビッグメイクで一番違うところは、きれいに伸ばしてしまわないんですね。ちょっとなんか、あえて裏を使う。で、まあ、これで傷の深さ、はいって感じで見てもらいましたけど、ね、まあ、今回もね、はい、まあ、10名ぐらい、約10名ぐらいの参加やったんですけどね、まあ、全員女子。ね、女子率すごい高いですね。最近ね、なんかね、男性来てくれないんですよ。なんでですかね。で、まあ、女性ばかりなんですけど、やっぱりね、女性ってこうね、普段化粧するせいか、はい、めちゃめちゃ手早いんですよ。で、僕が多分その素人さんとか初めての方やったらこれぐらいかかるやろなっていう時間の設定でやってても絶対早く終わるんですよ。あ、そうなんですね。なので、まあ、今回も
まあせっかく来てくれてるし、ちょっとじゃあ次の何か、次の何か、いつもね、一つのあのことで終わらそうと思っても、一つ半とか二つぐらい教えるって結構お得な感じになっちゃうもんね。うん。盛りだくさんな感じ。そうそうそう。でもね、初めてにしては皆さんね、やっぱりね、うん、綺麗にできてました。で、どうしてもね、よく皆さんあのね、キズメイクとかこう画像検索すると、もうなんか和訳者になってるやつあるでしょ、はい、もう真紫になったりとか、うん、でああいうのはもう絶対ダメです、はい、ああいうのはもう誰が教えてもう教えてるやつに言いたいぐらい、あのね、ああいう教え方をするなっていうね、ほんまにね、あんなんなるわけないからね、うん、だからきちんとやっぱり教えてもらいたいし、うん、やっぱりその習う側もね、はい、ちゃんとまあこうリアルにね見えるようにやっぱりやってもらいたいから、はい、まあそういう形でね、こういうワークショップっていうのはどん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 まあ布教活動みたいにね、はい、いろんなところでやっていく、まあ今後もやっていくんですけど、うん、今のところね、なんかまあ、はい、例えば京都とかね、はい、で名古屋の方もまあもしかしたら夏休み期間ぐらいにちょっと名古屋の方に行くっていうのがまあ今ちょっと話が出てて、はい、まあそんなんで出張もいたしますので、はい、はい、ぜひいろんなところでね、はい、やりたいなと、はい、でもあれですよ、去年やったっけね、一昨年やった、青森に行ってね、はい、やったこともありますから、はい、じゃあもうオファーさえあればどこにでも、うん、まあどこでも行きます、基本ね、美味しいものが食べれてまあちゃんとね交通費さえちゃんとペイできれば、はい、はい、どこでも行きますので、お待ちしております、よろしくお願いします。で次回は3月の、はい、何時でしたっけ、21日、はい、はい、3月の21日また大阪南堀江のカフェスターリー、はい、まあ、前回と同じところで、はい、はい、今度はやけどメイクをですね、はい、やりますので、はい、まあ、ぜひまだまだ枠空いてますのでね、はい、ぜひいらしてください。ぜひ、はい、参加してみてください。はい、男性の方もぜひ。うん、まあそうそう、男の子もね、やっぱり来てほしいかな。ちょっとね、女の子ばっかりになってるんでね、最近ね。そうですね。はい。でですね、はい、まあ次ね、ちょっと、うん、心斎橋のね、はい、心斎橋の道頓堀のところのドン・キホーテ知ってます？こんな、うんうんうん、あれがあるやつですね。そう、はい、あそこのね、ところにね、なんかね、おもろい看板あるんですよ。面白い看板。おもろい看板というか、大阪独特の感じですか？なんかね、あれ？これ誰？っていうような看板があるんですよ。はい。はい、で、前々から気になってて、うん、で、ようやくそれがね、誰かっていうのを僕、突き止めたんですよ。はい。で、そこにちょっと直撃取材を申し込んだら、はい、まあいいよっていうことやったんで、はい、行ってきたんですけど、で、それね、まあその模様をね、次、はい、はい、見てもらいましょうか。はい。はい、では、よろしくお願いします。どうぞ。はい、でことね、今日は道頓堀に来ました。寒いですね。寒いですね、今日。あ、まあ今日もね、賑やかですよ。やっぱりこの街は見てください。もうなんかね、観光の方、まあもうほとんど日本人いてないかな。ね、まあまあいろいろね、まあ飲み食いしながら、まあ、くっちゃべりながら歩いてますわ、まあ、こっちもね、いつも見たようにたくさんの人が来てます、はい、で、なぜ今日はここに来たかというと、ちょっとね、まあおもろいものがあると前々からちょっとね、はい、言われてて、俺もちょっと気になっとったんですけど、はい、実はその面白いものっていうのがあそこにあります。あれね、何ですかあれは。誰いや、でもね、ようこそ大阪へ、ウェルカムな感じでいいじゃないですか、ね、で、まあ今日はだからその、あの方がどういう方なのか、どんな方なのかっていうのをね、ちょっとまあ調査しに行きますんで、はい、はい、ということで、まあちょっとまあここからまたちょっとね、歩くんですけども、という形で行ってまいります。はい、って感じで心斎橋の某場所に、はい、なんか、何でしたっけ、ニューコロンブスビル、はい、まあここにね、やってきました。で、ここの、まあ、6階に、まあ、先生のところで今から行ってまいりますので、はい、まあまあでもね、期待しとってください、はい、結構ね、すごい方ですよ、
はい、なので期待してご覧ください。どうぞ。ということでね、6階に上がってきましたけど、ほら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 、見つけました。トランプ、はい、ね、ここのお店です。ほら、ここにいました。ここにいました。あ、ここにいました。はい、ということで今日はまあこのお店をねご紹介するんですけども、一体どんなお店なんでしょうか、どういう人がね中で待っているのか。さあでは行ってみましょう。ドキドキです。はい、邪魔します。というわけで、お店の中に来ましたけど、どうも、しんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。いやー、もうね、寒いとこね、ありがとうございます。念願の、ね、お店にこうやってきましたけど。どうですかね、意外とこうやったら、はい。もうなんかでも聞くところによると、10年らしいですね。そうなんですよね。まだ10年前はね、痩せてた頃でね。いやー、はい、でもすごいです。今年の11月で10年になります。あ、11月で、はい、僕も11月誕生日なんで。関係ないか、関係ない、めちゃくちゃ考えます。僕誕生日マジックしますからね。誕生日マジック、どんなんやろ。ちょっと興味ある。11月何日ですか。8日、8日、めちゃくちゃいい日に生まれてますよね。で、8はね、みんないい日でしょ。あ、8はね、香り、香りやから。はい、香りね、香りなんか今止まっててね、あの放送時刻3秒で黙ってる。ちょっとあのなんかバー的な感じなんで、ちょっと飲みながらね。あ、もう全然いいですよ。タバコもちょっと吸いながら、はい、そうですね、うん、消えるの知ってる、香りパクパクって瞬間消える。ああこれ香り入ってる、見えない、入ってるけどね。いやいや、よかった、どうぞ。いやもうね、もう本当にね、あれですよ、普段からね、もうこんな感じね、楽しいです。落ち着きないんですよ、ね、今日でも嬉しいですね。あ、マジですか。はい、いや僕も嬉しいですよ。なんかね、はい、もうね、もう待ちに待ってたというか、先生ともうね何十年も付き合ってるみたいな。そうですね、感じなんですけど、まだ数ヶ月、まだ数ヶ月。え、そうなんですか。はいはい、え、もうだいぶ前から、まあ、前世から室町幕府からね。本当にね、うん、そうなんです、まだ本当にここ数ヶ月のお付き合いで。でもね、僕ね、僕の恩師が言ってました、いいこと、うん、人間の信頼関係は年数の距離じゃないと、はいはい、もうその短い長い関係なんておっしゃってましたからね。だから今僕アルマイさんとも仲良しになったんですよね、はい、もう10年ぐらい前からしてるみたいな。うん、だ先生でもそういう感じだったんですよね。はいはい、いやもうありがたいです、本当に。あれ本当にね、牛じゃなくて、とっていつね、馬が合うってあるんやね。これちなみにもヒロエマですけど。珍しいですよね、ヒロエマで。うちの白月と一緒かな。昭和41年。ガチで。あ、もう万博のちょっと前ぐらいでね。そうですね。はい。はい、66年ですね、はい、あの頃は高度成長期になるんですかね、ちょうど。うん、だからこの僕たちのやってるマジックなんかもうテレビなんかでもほとんどなかったです。あ、そうですね、うん、いやそのマジックってね、不思議なんですけど、はい、どうやそのそもそもきっかけって何だったんですか、そのマジシャンになるっていう。本当のことを言うとね、はい、この初めて人に言うんですけど、本当のことを言うと多分ですけど、はい、自分でよく聞かれるんで振り返ってみると、うん、やはり勉強もしてなかったし、はい、もう地位も名誉も何もない、学歴もなかったから、うん、何か人より抜きんでるもんないなと、はい、で、まあ、声にも自信あって、うん、であのモノマネをしだしたんですよ、はい、そこれがまたね上手にできて当時、でテレビではちょっと引っ張りだこやったんですよ。じゃあ最初はもうモノマネしたら声との、で、うん、それでずっと言ってて結構ね、だからテレビが出まくってました、モノマネの。もう昔ですけど、はいはい、で傍ら、うん、何かこう百貨店行ったらちょっとほらおるじゃないですか、おっちゃんのおってありました昔、おってでしょ、うん、まだ若かったお兄ちゃんなんか興味あるのよ、うん、なんか見せてくださいったら、どうするんですか、まあ、買って、うんうんうん、あ、こんなんなってんのかって、そういう、まあ、人やったわけですよ。でね、僕もね、あれね、もうすごい興味あって買ってもらって、うん、家で練習するけどできへんねん、できへんねん。あれね、買うときはね、上手に売るのよ、うん、もういかにも簡単にできるみたいな感じでね、何回もね、
あれもう買ってはできへん、買ってはできへん、こういうお客さんがおるから儲かるんです、はい、そうですよね、うん、でもね、もうそう本当にやっぱ僕もちっちゃい頃からね、すごい興味があって、でも先生の世界はマジックやもんね。まあ以上にそうですけど、人を感動させてね。いやでもね、僕マジックとかのいいところってやっぱり音楽もそうなんですけど、あの人をね、もうその言葉関係ないじゃないですか、言葉関係なく人を楽しませることができる、だからもう音楽とかマジックとかの世界大好きなんですよ、だからそういうのをやられてる方っていうのはもうすごくね尊敬します。まあでもね、マジック初めてね思いましたね、技術がある程度伴うとね、見せ方が大事になってきて、で見せ方って何なのかというと、結局自分のキャラクターと一緒になってくるんですね、だから僕がマジックで学んだことは自分の自我、それとお客さんが物の性格が出るということ、物に出るんですよ。今までいいおっちゃんやった思う人が急に「あっ古いわ!」ってなったりね、今まで美しい女性やな思ったら「あっ分かるわ古いき!」って変な意味で化けちゃうんですよ。ところがね、怖いおっさんやな思っとった人が「わあ!」ってなったりね、そういうだから人を見た目で判断したらあかんって言って、本当にね、先祖たち昔の人はいいこと言ったなと思いますし、あ、ちょっとタバコいいですか、ちょっとやりすぎちゃった力あれ余ってるんですよ、すごいすごいでしょう1500円ですこうなってるこれね、命がけでね、ガス入ってるのをバーなんかなんかでグー回してるから、これ命がけで作ってあるからね、まあ、そうですね、命がけライターと呼んでください、命がけライター、いやなんかこういうさりげないところでね、掘って出されるのがすごいな。でもこれね、こうやって取ってもね、こうやってこっちですよ。なぜこうなったかわかります？練習しました。いや、ほんまそうですよ。練習ですよね。先生もタバコ吸ってください。ありがとうございます。はい。だからそのマジックの世界って本当にいろんな考え方あるんでしょうけど、やっぱりエンターテインメント、先生の世界と同じで、やっぱり極めていくと深くて、で追求してても終わりないですよね、ゴールないですよね、でも不思議なのが、そのマジックのネタってね、数限りなくあるじゃないですか、ありますね、でその自分で作り上げていくのもありますよね、それのね考え方がね、もうどうやってこういうの考えるのと思う、これはもう先祖とも昔のね偉大な先輩たち、100年前150年前のマジックの歴史ってそんなある、4000年前からあります、4000年、あのピラミッドにカップ&ボールで後でお見せしますけど、カップ&ボールというね、ボールとカップ、昔出て石、石で作ったもの、それが壁画に残ってるんですよ、びっくりしますよ、なるほど、その頃だから魔女とか魔術師とか言われてるのか分かりませんけどね、そうですね、だから魔女割れなんかでマジックされてた方が多かったみたいなんですよ、実際ね、だからそれでマジックがちょっと後退した時期もあったんでしょうけど、要はあれですもんね、その なんかこう占いとかっていうのもやっぱりそういうの関係してますもんね、トランプとかそういうね、札っていうのは、ね、3つあるんですね、マジックの基本で、でこれは今僕言いましたけど、100年前4000年前も変わってないと思うんですけど、まず駆け引きするということですね、で1、ミスディレクションって聞いたことないですか、ミスディレクション、例えば一番わかりやすいのはボクシングでこのままこういったってかわされて殴り返されるでしょ、でもフェイント、あっち見てこっち殴るみたいな、例えばサッカーの選手の PK なんか見てても分かるように、バスケットもそうじゃないですか、まともにしないじゃないですか、フェイントでしょ、これがミスディレクションです、これが上手い人っていうとやっぱマジックも上手いんですね、で2番目が、ネゴシエーション、誘導するということです、私たちの世界って結構誘導されてるんでね、例えばカオリンが買い物行ったと、カレー買う気なくても今日はカレーセールです、カレーセールですって言ってると必ず買い物が入ってる、あと陳列の仕方によってもそうですね、で元々はそのテロ対策でね、その交渉人が使うのでネゴシエーションと、相手とこう同じ目線に立って交渉して、万事解決すると、で誘導するという意味なんですね、まあ世間ではそんな誘導ちょこちょこ出てきますから、今のちょっとあかん時おろして、3番目がね、一番これは持ってる人と持ってない人いるんですけど、コールドリーディング、直感力、これは爆発、でホットリーディングいったら、ある程度のこの占い師先生が教えてたように、
いろんな情報を得て、お父さんいらっしゃいます、うん、あ、亡くなってるの、あ、じゃあ苦労したねっていうところを探りながら、うん、駆け引きして、これホットリーディング、うん、コールドリーディングというのは、あ、苦労されたね、もう、あ、両親いないでしょ、もうもうポンと生きちゃう、うん、あ、いてももう小さく別れたとか、うん、そういうような感覚的な、この3つがトライアウトだったらすごいスーパースターになるんですけど、まあ後でそれはちょっとお見せしますけどね、そういうものがまああるということに気づくのにだいぶ時間がかかって、いわゆる見せ方っていうのが一番大事なんですね、うん、技術よりも見せ方ってなってます、はい、もちろん技術ありきなんですけど、技術さんで見せ方なら、これなんか笑いもありトークもあり、うん、全て入ってるんですけど、はい、いやそうですよね、うん、だから本当にね、あのシンさん見てると、はい、そのマジックの技術も もちろんなんですけど、やっぱりそのトークとか、まあ、そのお客さんとの駆け引き、その気遣いとかがやっぱりパーフェクトなんですよ、うん、だからそういうところがね素晴らしい、まあ、昨日聖子ちゃんも乗ってくれてね、うん、素晴らしいな、あれ弟子の高木です、はい、笑顔は、はい、いいね昨日もお客さん来て、はい、いろんなマジックバイっていうのね、うん、もうここはもう夢があって楽しいと、ああいいですよね、そう言われるとね、あそれもイランダジャルもいっぱいあるけどピンポンとか言ってるけどね、あ、ほんとだ、うん、邪魔かなって直したんですだからそういう意味で言うとマジックっていうのはもうもちろんこうトランプ、コイン、イリュージョン、はい、まあ胴体切りとか鳩を出すとかいっぱいありますけど、やっぱり考えられないところが出てきて、あるものが出てきたり、はい、え、ここにあったものはこっちに行ったりとか、うん、そういう ESP とか、あのサイキック、サイキックね、サイキックもそういうものがすごくやっぱり融資されてて、うん、とてもそれに対してその道具を使うっていうのは主流になってるんですよね今、うん、で道具を使わないっていうのはやっぱりこう技術、うん、スキルだけでやるっていうのを今日ねやりたいと思うんですけど、本当にすごいですよ、楽しみです、どうやって練習してるなとかね、うん、もう思いますけど、じゃあなんか いくつかその見せていただいていいですか、ちょっとじゃあタバコね、はい、あ、全部つながってるでしょ、つながってるということは、見えにくいかな、煙出てきた、これね、これも技術じゃないんですよ、特に、ほんまの仕組みを利用しただけの話、いやでもそれすごいなカードって何枚か知ってます、 50? 2枚、微妙に間違えましたね52枚ですけど、さらっとできるのがすごいよね、音するわ、カオリの誕生日いつですか、9月16日おめでとう、ありがとうございます、とすると魚座、双子座、全然違うねで、カオリがストップ言ったらね、616が一番いいから出てくるから、ちょっとストップ言ってみて、もういいの、うん、早いね、これね、実は打ち合わせ何もしてないんですよね、うん、一番いいから616出てきたらびっくりしません、66、うん、あ、俺だけ分かったらいいね、あ、6出てきた、6月16日ハイバースデー、ね、ちょっと歌歌いましょうか、すごい、ハービーバースデーチュー、ハービーバースデー、ハービーバースデー、ハービーバースデー、カオリン、はい、おめでとう、すごい、こうね、間近で見ててもこの分からへんからね、どういう風な、今日はね、特にマジックの中では一番定番と言ってもいい、そのサインをしてもらって、そのカードは上から出てきたり、いろんなところが出てくるので、定番でやりながらもちょっと結構難しいんですね、まあ女の子だから赤でいきましょうか、どっちのカードがお好きですか、珍しいね、ダイヤはお金やからね、どうぞサインしてください、何でもいいんですか、いいですよ、まあこれね、でもほんまにあれですよ、今この場で今やってますからね、サインもねえ、かわいいね、なんか書いてるなんか、何ですよ、パンナ、パンナ猫はい、はい、はい、確かに今でも上手だよね今まで生きてきて、
まだいくつかわかんないけど、バカですね、二十歳。まだもっと言ってる。もっと言ってる。普通の会話やね。どうかスナックのお姉ちゃん。気持ったい。こんなサインしたことある？ないです。ということは世界に今、一枚しかない。で、人のね、大体こう真ん中あたり入れるんですけど。どこら辺入ってるの見ました？真ん中ら辺。これね、テレビよくやってるでしょ。恥じただけで今、上から上がってきたらびっくりします。じゃあ、リアクション頼むよ。どんなリアクション？え？いや、いいじゃん、ね。それ、もっとあの、うわーとかうーとかあるじゃない。はい、どうぞ。あー、すごい。おー、これ間違いないね。間違いないですね。どういて、はい、真ん中やったでしょ。振ると、いい音立てて上がってくるんです。はい、どうぞ。センキュー。いや、すごい。上がってきたでしょ。さらにもっとすごいのは、これ間違いないね、うん、めっちゃもう食い入るように見てる、ね、て縦のこと分かりやすい、うん、ワン・ツー・スリー・カオリンです。もうこうから出てきた、ねえ、すげえ、ね、カオリンこのまま超えるとね、カオリン消えるの、え、消えたでしょ、うん、今から上の段、下の段早く見つけてくださいね。裏返っていってきます。まず上の段ね、下の段どっちがいます？僕の指先見てください。指先を追いかけてね。なんで？ありがとうございます。いつの間に？油です。すごい。じゃあもうちょっとかっこいいやつをね。いただきます。いいですか？じゃあ、木腕の人差し指出してください。で、何気なくていいね。一枚触ってください。感覚で。どっちがいいですか？これでいいですか？なんでこれ触ったの？そうね、これなんとなくって、ね、一番怖いんです。じゃあ僕もなんとなくね、これで上から上がってきてすごくね、うん、だって一番下にあった。今日は特別にここじゃなくてこっちから出しましょう。なんでねえ、すごい考えるともうねえ、すごい世界やな、やっぱりねえ。またじゃあストップ言ってもらっていいですか。そうすると一番いいかどう。あ、違う。あ、どっちが好き？こっち。これ何だった？10、うん、違う、9だけど、違う。あれ？しっかりしてね。早すぎる、なんでこう次から次へとさ、もう同じ。これ見たことあります？片手切りってね、ワンハンドシャープです。はい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 、片手切り切っちゃうのだ。かっこいいでしょ。そのまま音が鳴る。あー、すごい。で、カオリンのカードを探すのは手で探せるの。マジックで書いてるから少しだけね、ザラッとするわけ。え、あ、これね。え、あ、こっちだわ。ほら、ないでしょ。うん、手出してね。え、ちっちゃい気分待ち。よだれ出てきた。じゃあカオリもう一枚プレゼントする。どうぞ、これ。それじゃあ二人で先生、僕後ろ向くんで、僕後ろ向いたらゆっくり見てください。カメラさんにしてください。どうぞ。はい、うん、うん、で、はい、あんまり感動してないね。いや、やりたかった。落ちました。もうそこだ、そこで英雄で終わるんですよ。はい、言うたらあかんのかな思ってなんかまだ続きがあるから。自分で撮ったやから普通はええって言うしね。俺は失敗したから思ったから。すごいね、でもね。いや、すごいな、すごい。いや、ありがとうございます。まあ、こういろいろね、こういう、あ、いや、僕もね、だから好きなんで結構見てるし、結構いろいろね、もう攻略もしてるんですけど、それでも分かれへんね。でも、うん、あの、乳児の手は小さいんでね、外人の手はこれ、世界共通の大きさの倍作ってね、はいはいはい、はい、だからこういうことがね、かっこいいでしょ。うん、おぉ、ねえ、ちょっと真ん中入れてね、シャッフルでお行きになる。ちょっと真ん中入ってるでしょ、シャッフル、はい、振ってください、しっかり。
で僕はストップで出てくるからね、ストップ、一番上見てください。あ、もっと上、もっと上、うん、もっと上いや、俺見てる人楽しいやろな。ああ、何やろな。なんで？知ってたこのカード。やっぱカード小さくの知ってた。ちっちゃくの。ちっちゃい。ほら、ちっちゃくなったでしょ。誰がなつぎだ？僕がなつぎだ。遠近法。ほら、遠近法ちっちゃくなったでしょ。このままこう置いて。指輪鳴らそう、戻ってきて、ミスターシンでした。どうもありがとうございます。すげえ、すげえ、すげえ。プレゼント、おー、ありがとうございます。すごい、不思議な世界やな。でもな、なんで匂った？匂ったね。もちろん。うん、すごい。サインすることによってね、うん、そのごまかしができなかったでしょ。例えばこれ4。どっちが10でどっちが4でした？何がいい？10。なかなか鋭いね。ちょっと分かりにくかった？まあ、上か下か、上が10。あ、先生はまあ、大丈夫。じゃあ、じゃあ、これ何でした？4。比べるよね、うん、よく見てください。10はそのまま置きます、うん、で、これ比べるよね。今からチェンジしますよ。なに、拍手くださいどうもありがとうございます。なんですね、Thank you Thank you、ミサシです。すごいね、すごすぎるわ。今すごいでしょ。君は天使だってね。ありがとうございますね。ドキドキする。うわ、でもこんなこれだけで見ててもな。すごいですね。これ何見える？12。こうやるとね、瞬間で超えると10になる。10でしょ。うん、あれ？あれ？あれ？って言うやつ。もうなんなん。すごい。なんでやろ。もうなんかね、コメントできなくなってくるよね。なんか、ね、あの見とれて。入ってでしょ。キュッて開けて。グッと押し込んでくれる？え？見た目え、すごい。あ、サンキュー。あ、実はね、あんまりやらないマジックなんですけど、ちょっとね、もう一枚持ってる、もともと。え？くしゃくしゃコピー持ってて、ね、で、ここ落とすとね、あ、すごい。じゃあ、また一枚取ってください、どうぞ。じゃあ2人で覚えてください。肌拍手です。どうも。うわー、すごーい。出てきた。なんでや。なんだ。中田先生の中がね、こうやるとトラスみたいなね、きついとさ。間違いですね、これですね。はい。ゆっくり撮ってください。で、カメラ見てください。なんでや。どうも、ありがとうございます。なんでやねん。なんで？かゆい。かゆい。なんでやろう。これ1枚横ずれてもね。ねえ、そうですね。すごい。で、一番怖いのはお客さんがね、こう曲げちゃったりするけど、そうすると紙なので、こういうの置いて、おっ、ピョって出てきた。どうもありがとうございました。すてきよ。ありがとうございます。すごいですね。じゃあ撮れてますね。いやー、なんかほんまにね、見てるとほんまコメントできひん、なんかもう見とれてしもって、ついていけないです。ついていかないんだよ。すごい。で、次から次にこう違う手法でくるやんか、なんかそういうのこれでも、ね、赤いでしょ、振るとね、
トマトで、で戻してもね。大事にね。うわー、もうなんかすごいなぁ。パレードやな。すごいですね。トランプだけでこんなにいっぱいいや、多分 こんなんでもまだ全然序の口やと思いますよ。ね、これね、蝶々に見える？蝶々に見える。ここにこうすると蝶々になるんですよ。わかる？こうつなぐと、線が羽で、こう蝶々になるんですよ。こう蝶々になる。ありがとうございます。ね、バイトってね、次のお客さんのためにね、バイトってバイトそれお客さんの仕事ね。いやすごいな、こっからでも蝶々に持っていくくだりがね、これダイヤやったらどうやるんやろとか思う。でもね、こうなるとね、これ蝶々なんですよ。こうして、うん、わかります。で、ここでこう、またこうこうね、ほら、調子見ないでしょ。すごいなぁ。いや、でもこれはやっぱり楽しいですわ、こうやってね、間近でこう見ながら、なんかこうね、時にはこういじってもらい、これはやっぱり楽しいですね。うん、これがあれなんですね、見せ方。そうね、一回してもらうまた普通になってるね前来たね、あるタレントさんもね、普通にリアクションせなかったんで、わー言われる、あれで、カメラ前にリアクションしてください言われ。いや、でもほんまにね、そうそう、ほんまにね、できないですよ。もう、えって自分で、ね、思ってしもたらね、リアクション忘れるよね。いや、素晴らしい世界でした、これ本当に。まだ時間あるんですか？あ、まあ、全然、はい。で、そしたら今日ね、面白いと思うんですよ。手作りから満開ね。はい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 。これ紙、紙です。紙なんですけど、面白いでしょ。画用紙、画用紙。で、今日ね、ちょっとビール出してないんですよね。幼稚園の時、よう作ったような感じね。こういう紙でね、なんか年季入ってますけどね、落としてますね。これ消えたらびっくりしません？僕もびっくりする。ちょ、聖子ちゃん手伝ってくる？まだあるでしょ、うん、音聞こえてる、うん、ちょっとね、いい？持ってくれる？まだあるでしょ、うん、どうやって消えるかってね、アダブラー、カタブラー、ワン、ツー、スリー。ね、ここで拍手ください。ミスターシンでした。どうもありがとうございます。最後の拍手どうもありがとうございました。どうもありがとう。ファンになった。もっと拍手欲しいね。いや、そう、驚いてる場合じゃね。いや、でもなんかもできない。それ客になってね。どうなってるよ。もう頭なんかパニックやもんね。ねえ、これいいでしょ、手作りの文化で。で、これね、トマトです。トマト好きやで。ねえ、今またここからトマト。うわ、楽しいなぁ、やっぱ。あ、ごめん。僕の18番って知ってた？これこうやったら、もともとあったんだけど。もうエンドレスになってるわ。うん。いくらでも出て、すごい、すごい出てきた。見たね。すごい。楽しい、楽しい。また出てきた。Thank you。この場所だけで、だいたいどれぐらいの数？いや、もうだから、シンさんのその、まあ、お客さんに合わせてやってるんでね、今もね、順番考えてないんですよ。カオリンのノリと、先生のノリで、やり方変えてるんで、ルーティンではないんです、僕、うん。いやでも、それだけあれですもんね、だから、その引き出しが多いってことでしょ。引き出しはね、1、2、3。ね、さっきから僕もそう、お気になって。いや、でも、それだけだから、こうね、お気に入り、だから、まあまあ、あれですよね。
こうお客さんに合わせてその内容も変わって、うん、これでも来たら楽しいですよね。大きいマジック見ます？たまに。はい。まあ、イルージョンでね。見ます？見たいです。大きいマジックです。イエーイ。いや、やっぱこういうノリやわ。こういうのでないとやっぱりダメ。楽しいなぁ。たまにね、カメラを回してる人がね、笑っちゃうけど、いや、いやそうですよ。できたら笑ってほしいけど、ね、いや楽しい。本当楽しいですよね。あ、でもこういうのって、あれですかね。そうですね、まあ、あの練習したらできるようになるんですか。何なんですか。大火事や。あ、すいません。いいなぁ、いい感じでしょ。まあ今コインとね、いろんなちょこちょこ見せましたけどね、大きいマジックもね、トマトもね、あとはね、僕が大好きなやつもお見せしますね。カップっていうのはね、女子ラップ普通のカップでしょ。あ、重た。結構重たいんですね。そこに一つボール使うんですけど、もっと軽いもんやと思ってた。ね、でこれね、今調べてもらったじゃないですか。で貫通するとしてました。笑えよ。でこれ1個あるでしょ、はい、1個取って、1個取って、まあ、1個あるじゃないですか。でこれどうするかというと、取りにくいな。よいしょ。こうしてこう置くんです。わかります、うん、でこう置いて、こう置いて、貫通する。分かる。だから、うん、消えたでしょ、貫通する。でどうやってこれ出てくる、今これゼロね、こっち1個ね、これもゼロね、こうやったらどこに1個あります。でお客さんどうですか、どこですか、ここやれ。で、こうして、こういうの。で、こうやるとこは、2個な。大きさ違ってきた。こうするね。大きさ違うといいでしょ。こう取ると、これ消えて、こっち出てきて、これ。何が起こってるか分かるね。ついてきてね。で、こうして、こうして、ないでしょ。どっちもない。これどうするか、ちょっと触ってみて、硬いから。結構硬い。硬いでしょ。で、こう取りに行くんだけど、実はもう取ってるのね。ちょっと、わかります？取ってこうするけど、今こっちにね。開けてみて。わけわからん。だぁ！うーん、でこれ。で、これ取っても、こっち入れたふりしてこうやると、こっちが出る。結局、1個しかないでしょ。結局1個でやって、こう取っても今どこに入ったか、おり。こっち開けてみて。あれ？で、こっちやるわけね。なんで？1個だけでやる、前じゃないんだ。こう取っても、うん、もう入れたら分かる。もうパッと入れて。見て、開けてみて。あ、折る。折る。硬いね。硬い。OK？ はい。すごいのは、こう取ってこうしても、こっちが出てくる。え？取ってこうしても、こう出てくる。取ってこうポケット入れても出てくる。最後どこに行ったでしょう。はい、悩むね。いや、全部に入ってんじゃん。もうもちろんもうこっちもあるよ。えどこに行ったでしょう。もう今日明るくなってきた。そこ開けてみて。じゃがいもですね。ここも開けてみて。こういうの出てこない。そうなんない。あ、じゃがいもですね。本物ですよ。こういうもこれもね、ゼロでしょ。こうやってワンツーするってことね、また出るの。なんで最後に1個、ここはやっぱりトマトです。どうもありがとうございました。いやー、すごいすごい。どうも、センキュー。これまた、ほんで、ちゃんとこの配慮大きさやし、ほんで。いや、大きい。ありがとう。いやすごいなぁ、なんか。すごい。え、全然ついていけない。これで、あれじゃん、これスーパーとかのこれ野菜売り場のとこにやったら、これ結構トマトとかこれ入れるよ。でも
いやすごい楽しいな、楽しい楽しい、すごい、本当にね、なんかね、こういう世界ってね、生マジックを見たのが初めて、生マジックね、はい、うちのね、あの弟子の高明も上手いしね、聖子さんも上手いんですよ、すごいですね、お弟子さんは何人ぐらい680人ぐらい、ああ同じぐらいですね。すごい。行く690マイナス。楽しかったでしょこれ今。楽しいです。でもなんかこうもうどうなってるのかっていうのを考えてるともう分からなくなってくるからな。今2枚でしょ。はい、あれ増えた。ようやく出番来たね。じゃあエースを4枚使ってね。やりますね。オッケー。ホエス。ワンコイン、ツーコイン、スリーコイン、フォーコイン、オッケー、今から移動させますんでね、平成28年と平成23年平成19年で平成24年変わったんです。なすか。Thank you。両手改め。ナッシン、ワン、ツー、スリーだったら帰ってきて拍手ください。どうも、センキュー、ベリー、ピッサージください。いいよー、あ、せーの、やーっと、やっと、やっとできた。はい、ありがとうございます。懐かしい。いやー、すごい。これね、ちょっとこれだけ大きいの分かる？え？ちょっと大きい。いやー、見てくれた！見てくれた！ちょっと大きいでしょ？いや、まあ、近づけてたら分かるけど、話してたか分かりにくい。いや、こういうなんかネタ好きやな、好きやな、いや、でこれでもね、こうやるとね、なうん、こうやってやってみる、はい、そうでしょ、油です。これでも振るとね、トマトです。トマト好きやねんね、ここがほらトマトです。楽しいなぁ。いや、すごいなぁ。いらっしゃいませ。嘘です。もう取材忘れでしょ。いや、本当にね。ね、すごい。楽しすぎる。これも不思議のマジックでね。ハーブダラっていうケネギーの。これは何？50セント。50セント。これは銅か銀か。どっちが大きい？いやね、うん、それは覚えとってね、気球でどっちですか、手相も見れるんだよ、まあまあやね。で、何するか知ってる、で、これを覚えとってね、2枚あるでしょ、うん、カチャって言ってる、どっちに言います、カチャカチャ言ってるね、うん、言ってるね、僕にも誰にも見せないようにして大きい方を引っ張り出してくれる、こういうにして、うん、見えないようにね、カメラ見えないようにして、大きいだけ僕にください、大きい方、間違いないね、いいよ、これね、まだ握っとってね、そのままこうしとってもらっていいですか、こっちじゃないね、今1枚入ってるね、さっき僕ずっとやってたでしょ、これ500円玉ね、これね、ある時こうしてね、これ入ってたら何やった、どうかどうかやね、どうかな、ワン、ツー、スリー、オープン、
あれ500円です。どうもありがとうございます。Thank you! はい、せーの。やーった、やった、やった、で、聞いた。はい。ありがとうございます。なんやろなぁ。マジくて、このそばで見るの、うんうん、あ、ごめん、イリュージョンか。ファン、ね、みんなファンなんて書いてくれるね。だんだん乗ってきたな。いやでもね、ほんまにまああれですけど、こうやっぱり見てる側も不思議やし、なんか怒ってる現象も楽しくて知らないでしょ。だからね、本当に。でもじゃあちょっとあれだけ見せてあげて、輪ゴムだけ。え、私ですか。ね、いつもの聖子ちゃんの特別出演いいですか。しっかり尺の問題あるでしょうけど。いいですか、特別に。楽しいなこれ。これね、またどれや。それ。シンプルでね、普通のワゴンなんですよ。調べてください。じゃあ、聖子ちゃんに頼ってください。うん。聖子ちゃんです。はい。はい、お願いします。お願いします。では、じゃあ、2つのワゴンを使います、うん。で、こうやって指に引っ掛けます。引っ掛けて。どうします？わかりますか？これを引っ張って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 くるくるくるを鳴らすと綺麗に外れていきます。何が起こったか分かってるね。カオリ何が起こったか分かってる。シンプルやけどすごいね。うん、そうですね。じゃあちょっとお手伝いしていただいて、こういうふうにイメージかけてもらっていいですか。でちょっと飛ばないようにで怖いですけどキュッと引っ張ってもらって、で私が1、2、3って言ったら自分の方にこう引いてください。それまでこれでキープでお願いします。ではこうやって通します。いいですか。通ってるの分かりますか。はい、1、2、の3、はい、切れてませんよ。すごい、すごいでしょ。なんで、うん、聖子ちゃんやるでしょ。はい、せーの。やーっとやーっとやったって聞いた。懐かしいね。すごい。ダンスだけやってくる。すごくね、シンプルやけど。うん。すごいですよね。そう。これね、続きやるとね、大阪の夜の街って星空見えないのよ。東京もスモッグ、昔の言い方やね。汚くて。わかる。だからどうするかというと、いや指動かない。テンションになっててね。そこあんま開ってくれへんね。顔にもうちょっと開ってよ。こうすると王子様高いところで見たりするね。さらに綺麗な王子様、流れ星とか見たことある？よいしょ、これちょっとこう。ずれてるな。これはもう、よいしょ。よ、こうやるとね、ちょっと見られてるけど、王子様になってきたでしょ。ああ。うん。ちょっとこれ、食べてくれる？ここ？うん、これ。これ？うん。で、流れ星って一回言ってくれる？流れ星。そうすると、流れ星ってね、願い事3つ言うと、叶うって言うんだけど、難しいじゃない？あっ！って言ってるのか。今日は願い事叶いますね。流れ星って言って。流れ星。ワン、ツー、スリー、話してください。はい、話して。流れ星だ。はい、流れ星。はい、はい。すごい、星。はい、願い事、願い事、願い事。はい。はい、願いは、はい。何、願い事、何、はい。はい、はい、はい。はい、はい。何願いやろ。チャンス、もっと夢になる。もっと夢になるんだよ。曲げるから、もったいないから、やっとき。はい。え、すごい、星になった。星？うん。おーすごい。いやこれ本物でしょ。いやこれ引っ張るとね、トマトが出てきた。トマト連発やっぱおもろいな。トマトしか、ね、あれね、あんまりずっとやり続けるとだんだんお客さん笑ってくる。こいつトマト出てくる。すごい、めっちゃトマトでしょ。欲しい、持っていてほしい。ありがとうございます。いやー楽しかった、ね、すごい、いろいろさせていただいてね。 ありがとうございます。これもうね、もう
なんかねこれ見てる人にね、あのぜひとも本当にこう来ていただいて、うん、ちょっと目の前で ね間近で見てもらいたい、体験してほしいですよね。あの場所もねコマーシャルしてくださるんですか。はい、はい、もちろんありがとうございます。嬉しいですね。今度ね実はね中谷先生にあることをお願いしてて、はい、行っちゃっていいのかな。あ、はいはい、ね、僕は念願のねやりたかったあるメイクでマジックをしたいっていうのがあって、うん、もう理想この上ないです。自分が描いてた以上の人が現れて、うん、でお願いしたら審査のことは任せといてって言って、ちょっと有効で言えないね、うん、それをちょっと今度やってもらうの、うん、はい、特殊メイクで、うん、っていうか作ってもらってね、いろいろで、それでまあメディアもいろいろやっていったら面白いんじゃないかな。面白いですよね、うん、まあ、だからこういう僕らのなんていうのかな、こう普段のねもう、まあ、仕事もそうなんですけど、やっぱり何かしらこう普通に仕事してるだけじゃなくて、こう人に感動を与えたりとか、こう喜びをね感じてもらったりとか、なかなか僕らの世界、審査の世界は結構それはねあるんですけど、僕らはやっぱりないんですよ。だからそういうのでこう一緒に何かコラボをできたらね、あの僕らもそれを共感できるし、そうなんですね。言ってる僕だから弟子を育ててです、弟子がうわー言われたら僕自分の喜びみたいになるじゃないですか、嬉しいじゃないですか。で一緒にね共感できるし、だから、ね、今度やろうとしてることめちゃくちゃ面白いんです。ただほとんど僕モノマネマジシャンなんでね、もともとねアジアのモノマネのマジックしてたんですよ、もう適当に耳がいいんでねモノマネするから。例えば中国人のマジシャンって言ったらね、おいしちょっとポーカーフィッシャーチョンタッカーエシシあ怖い怖いです中国人で、韓国人はまた怖いさが違う。이번에다그런데좋은데말이야하마라데다그런데에유에돈내오네돈그르그렇습니다웃기てるけど これがね香港になるとねめちゃくちゃ明るい。横ふ横からだ。아대전동도마고시전진야마야야나何してんのかわからんけどね。これはもっと北朝鮮になるとね、いや、ダメだ、くるんで、調理マリオ、よじるカードがうまいみたいな、なんかわからんこと言ってね、これだけ見に来るお客さんも。いやー、すごい。じゃあ、最後はダブルお見せしましょう。1と6が瞬間に変わったら、よろしくください。どうもありがとうございます。Thank you。ありがとうございます。なんていうのかな、言葉が出ないです。そう、驚きを通り越して、ちょっとかっこいいよね。ダブルで、ちょんどマリオ、たぶんで練習しました。いやー楽しかった。もうぜひ皆さんも、もうこうね、はい、来ていただいて目の前 で、ね、一度はい体験してみてください。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。いやー楽しかった。すごいです。楽しかった。さっきから気になってて思うんだけど、かおりちゃんね、先生この指輪って何なの。この指輪なんかあるんじゃないかって、お客さんにもやからっていうかね、もう一番持つけど、この指輪なんかね、普通触ってみて、硬いでしょ。で、指輪はめるときどうやってはめる。そうやね、もっとはめるよね。マイシャーになるとね、片手ではめちゃうの。こうこうやってね、スペシャルです。もっとすごいのは瞬間にはまるっていうのを見せるね。どうやってはまるかって、ワン、ツー、スリー、あ、まだこっちあるね。もう一回行くよ、ワン、ツー、スリー。どうもありがとう。はい、どうもありがとうございました。千木美佐氏でした。イエーイ。はい、ミニやった。やった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 。じゃあこれプレゼントです。はい、どうぞ。こっちです。なんで。ああ、いごたんまるで、ちゃんでまよ、たぶるで気がつかなかったみだ。千木。すごいすごい。わあ。すごいわ。僕もね、ありがとう。すごい、ありがとうございます。素晴らしい。何やろ、やばい。楽しい。でもいい出会いですね。いや先生、俺のこと分かってくれるから、このその強弱とか流れの中でいろいろやるっていうの、それは僕も嬉しい。ごめん、嬉しくて、嬉しくて。よだれ出して、おしぼり出したよ、お客さんも。先生、ほんまによだれ出せるもんな。俺、それカメラ押さないとおもろいよ。だってリアルさ伝わるもん。よだれ。やば。どうすんの、おばあちゃんなんてずっとよだれ流して。今でも垂れてるよ、こっち。もうなんていうかな、この忘れた頃に来るね。このトマトやばいです。トマトおもろい。トマト、あ、ダメ。
メですね、その程度はやばいですね。ほんまにトマト見たら思い出してしまう。これいいトマトなんやで、大丸で買ったそんな問題じゃん。はい、見てもらいましたけど、まあこれね、はい、実は、うん、マジックのね、ミスターシンさんっていう、うん、あのすごいねマジシャンの方です、うん、はい、のまあ看板と、まあ、お店だったわけなんですけど、はい、実際どうでした？もうあの本当、うん、V 見てもらったら分かると思うんですけど、うんうん、リアクションできないんですよ。もうねほんまにね、そうやってるのを見てるとね、うん、リアクション忘れるんよね。忘れますね。はーってなってしまってね。関心の方が先に立ってしまって。そう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 。でまあ次から次へねもうネタがねほんまにこう重ねてくるんですよ、ね、途切れへんか、うん、だからねなんていうのかなマジックの才能ももちろんやけど、うん、なんかお笑い的要素、画術がすごい、うん、本当見せ方って言ってましたけど、見せ方ね、なんかすごいですよ ね、うん、ね、だからね、まあ、あれはね実際本当にねお店に行ってもらって、うん、間近でやってもらったらほんといいと思うんですよ、ね、至近距離で見ても分からないですよね、うん、分かんないです。で逆に、うん、その至近距離で見ると分からへんような仕掛けがねいろいろあるんですけど、まあうまいことやってんなあれね。で、あのほら練習しましたっていうあのほら下りがあるでしょ、ね、ほんまにでもあんなんで ね簡単にはできないんですよ。うん、面白かったですよね、本当に、うん、でね、まあ新さんとはまあこれからちょっとねあるプロジェクトに向けて、うん、まあちょっと一緒にコラボしようかっても言ってるんで、はい、またその辺は ね、いつまあそのプロジェクトがね、うん、お見せできるかわかんないですけど、はい、ちょっとまあ楽しみにしておいてもらって、面白い、はい、結構面白いものができるかと思いますし、はい、でぜひ皆さんね一回ねお店に行ってください、うん、めちゃめちゃ楽しいですから、面白かったです、はい、もうしんさんもすごい言い方で。ねえ、お弟子さんとかねもう一緒になってこうねマジックやってくれたりとかして、うん、はい、もうなんかね、なんやろう、嫌なことあっても忘れるかな、やっぱりあそこ行くと。元気もらえる感じがしますね、うん、すごい気になる。でね、前からほら言ってたじゃないですか、僕はやっぱりその音楽とかマジックとかっていうのは、やっぱり不思議な力持ってて、うん、なんていうか、やっぱりその人をね、こう、豊かにするっていうか、笑わしたり、なんか感動させたりとかね、うん、そういうやっぱりすごい力持ってるんで、やっぱりそれはね、はい、なんか大切にねしていきたいなっていう思いますよね、はい、うん、だからすごい尊敬する、はい、マジシャンのね、はい、ミスターシンさんでした。はい、ありがとうございました。はい、というわけでエンディングですけども、もうエンディングだよ、まあ、突然ね現れちゃいましたけど、さあこのお方はね、ソウルファクトリーケンケンです。いやいやいや、よくぞお越しに。いつもはね、このソウルファクトリーっていうね、うちの番組ずっとね出ていただいてて、はい、初めてだよ俺はこの番組を。そうね、そうなんですか、初めて。前回もまだそれもね、なんかね、今日はさ、いきなりね、お前今日収録やってるんだろみたいな。とりあえず出してくれ。うん、まあ、全然してるから、もう全くウェルカムですよ。だって俺、ほら、この間久しぶりのね、はいはいはい、何年かぶりの第1回目だったでしょ、うん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 、で、それ見てて、うん、面白いな、この番組と思って。なんかちょっと、で僕ら的にはちょっと物足りん感があったんですけど、見てるのもったいないな、うん、とりあえず出してもらおうかなと思ってね、うん、なるほど。たまたま今日やるよっていうのをちょっと風の噂で聞いて、でなんかふわっと来ちゃったんですけど、はいはいはい、そしたら何すごいじゃん、何マジシャンの人のね、うん、さっきのね、ね、ああいうお店面白いね。面白いですよ。行ってみたいな。もう人もいいしね、技もすごいしね、はいはい、やっぱああいう人をこうどん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 ね、このアーティスト TV では出していきたいな。これは何、宮城の海なのね。心斎橋、心斎橋ね、はい、僕らもほらお酒今あんまり、うんうん、医者に止められてて飲めない。全然あれですよ、僕もだからあの日はもう、うん、車で行きましたから、ウーロン茶でね、そういう、うん、あ、そう、でもね、だからお酒飲めない人でも、うん、ああいうほらマジック見たりとか一緒になんかこうね、うん、楽しくさせてもらって、うん、ちょっとお茶で申し訳ないけどっていうノリでね、うん、行けそうな感じもする。いやなんかね、僕ね、やっぱりこの仕事してるとね、そういうマジックとかね、イリュージョンって大好きなんですけど、だからいろいろ研究はしてて、ネタもある程度は知ってるんですけど、はい、それでも新さんの技はね、すごかったですね。ね、手先すごいよね、あいつたちはね。
で、まあ、またね、どっかいずれは。これ、これ何なの？これ。俺さっきから座って気になってんだけど、なんか、これがね、カードがあるんだよ。実際に、あの時にね、こう、カオリンがサインして、もう何回、何回、何回下に入れても上に上がってくる、ね。これが現物なんだね。そうなんですよ。これなんか、本当だと普通のコントだよね。そう、普通のコント。だって、この、マジシャンのトランプってね、あの5、600円で売ってるんですよ。普通のやつだよね、これね。うん、特になんかあるんですよ、ね。それをね、まあ、うまいこと使うもんね。ここに崩れてくる。そうそうそう。油です。油です。めちゃくちゃおもろかった。ね、ぜひ本当にね、行ってもらいたい。うん。もうありがたい限りだよね。オープニングもエンディングもなんか使っていただいてる。いやいやいや、もうそれはね、やっぱりね、前にね、その、まあ僕、リニューアルするんでっていうことを言ったら、まあね、ちゃんとこう、これ使いなよみたいな感じで作ってくれたんで、まあそこはもうありがたく使わせていただいてます。はいはい。でね、あれからね、うん、もう僕も病気したりなんだで、うん、ね、うん、最終章に向かって曲を作り始めててね、うん、で今 100やつの鐘と同じ煩悩でね、あの今曲を作ってまして、100やつを目指して今曲を作ってるんです、ね、うん、はい。でまあずっとその作るたんびにリリースしてるっていう状態で、うんうん、で今回ちょっとあのシングルを出させていただきましてですね、はい、まあ、ちょっとこれなんですけど、次のね、はい、これちょっと、このね、わかりますかね、ちょっと光っちゃうかな、うん、絵がね、本当にね、いつも毎回素晴らしいんですよ、うん、でこれ、星蓮さんっていうね、絵を描く方が、はい、毎回、あのシングルに関しては毎回ジャケットをこれね、うん、手書きなんですよ、これね、これね、本当にね、見せてもらうと細かいですよ、うん、全部手書きで描いてくれて、綺麗にね、でその時その時のね、こうイメージで、曲のイメージで、曲のイメージで、はい、僕もこういうものを作ってくださいとか、こうしてくださいって一切言ってないです、うんうん、ただ曲をボンって渡して、はい、この曲聴いて思った感じで書いてくださいって、まあ、それが一番 ね、やっぱりね、うん、で1枚目のシングル、そのシングルがあの、ね、ちょうど中谷さんから僕がいただいたマスクがうん、でそのね黒いマスクがありまして、黒いマスク、ね、うん、で僕が、病気から復活して、うん、第一発目のライブの時にそれを使わせていただいて、うん、はい、でその時のマスクがジャケットになって絵を描いていただいて、うん、まあ、これはちょっと2枚目なんでね、うん、今日1枚目持ってきてないんですけど、うん、それがねあのたまたまあのね、マスクをして、うん、そう、ね、そうなんですよね、だからなんかね嬉しいなと思って、そういうところでこうなんかコラボ、みんながこうコラボできてるからね、ね、そういう、楽しい、そうそうですよ、はい、だからもうね、みんながコラボしたいから勝手に番組も出てきちゃうんですけどね、うん、ねえ、いや、まあ、ね、それまあ、そこはね、まあ全然もう本当にいい、構わないですよ、全然、はい、で、これはもう発売なんですか？これも発売されてます、今現状、はい、で、ですね、2枚目の、アルバムが、うん、今年の、年明けですね、除夜の鐘と同時に、1月1日ね、1月1日の除夜の鐘と同時に発売になりました、やってました、はい、で、それの中の、うん、1曲が入ってて、あとは他の、そっちに入ってない1曲が入ってまして、全部で計3曲入って、はい、1枚のシングルになってますんで、はい、ぜひぜひ。なんだ、庄屋のホームページ、ホームページ、うん、庄屋で、ホームページでなんか検索すると勝手に入れる、うん、まだあの番組の最後にね、うん、アドレスとかもね、うん、はい、入れておきますんで、はい、そんな感じでちょっと、ね、そこからまあ購入できると、購入できますので、はい、よろしくお願いします。わかりました。はい、で、はい、まああとですね、2月10日にいよいよこの木屋町だるまがね、はい、はい、映画も DVD になっちゃいまして、ね、はい、まあこれもう見ていただいた方もまだ見てないぞっていう方もおられるかもわかんないですけど、ね、まあ遠藤憲一さん主演の木屋町だるま、これね結構あの衝撃的な作品で、ね、まあいろんな方面からおもろいだの、わもうこれすごいなだの、ね、はい、いろんな意見いただいてる映画なんですけど、もう単発単発で渋谷とかね、うん、なんか横浜とかやってるよね、やってるんですよ、ね、はい、だから結構ね、うん、映画館とかで見てもいいんじゃないって思うけどね、うん、そうですね、だって言ってたよね、中谷さんが、うん、これこんな過激なもん作っていいのかって、ね、そうそうそう、思うぐらいだったっていうぐらいだから、うん、まあ実際この原作ってほんまにね、うん、出版初めは出版するために原作者の丸野さんが書いたんですけど、うん、まあ出版会社どこも、うん、ダメだよと、ね、うん、それすごいね、それ出したのもね、それをだからね、うん、出版ダメなのに映像化してしまうってもっとダメやろうみたいなところがあったんですけど、はい、
まあ、大事だよね。それね。でもまあやっぱりね、うん、そういうとこですよ。そういうところをやっぱりね、こうまあ見てもらいたいかな。それはもう無礼にしてちゃいけないと、ね。そうそうそう。うん、来るか白かですね。で、まあ3月は結構ね、はい、イベントラッシュでね。えらいことですよ。そうなんで、ね、まあさっきも言いましたけど、その21日のワークショップ もちろんあるんですけど、まず3月は、はい、17日はほら、ね、おっちゃんのケンケンの番組。ああ、そうそうそう。これね、毎回ね、第3金曜日で生放送っていうことなんですけど、今回まあちょっとスタジオのね、都合で、その前日の17日になるんですかね。はい。1日早く生放送をやります。で、またね、これで何分かでも、ね、2月も、まあ、ちょっとね、かなり危ない子供言ってましたけど。なんかね、ダメだっていうのに、ね。ギリギリセーフやったんですかね。はい。社長はちょっとね、うん、なんかね、大丈夫っていう感じではあったけどね。番組中になんかメールが来てたって僕らもあいつは止めろピーンってなったんですけどね。はい、まあ、そっからは何も言わず大丈夫です、はい、ちょっと過激な番組なんで、ね、うん、まあそれがまた3月 ね、はい、17日ありますので、はい、何時から、それがまあ9時からまあ番組の方は始まるんですけど、はい、一応その前の30分8時半には、うん、はい、夜桜のライブ、ね、またね、うん、これね、あれですよ、だって番組に乗らへん生のライブをやるんだから、ね、うん、そうですね、こんな、まあ、なんかあんまり意味ないよね、うん、乗らないけど、ね、ない話ないやろ、せっかく来てくれたお客さんだけのためにね、まあ、ね、何かをできればなっていうところは、ケンケンのやっぱりそのお客様特典 ね、そうです、うん、見ていただいてね、うん、あれはね、ほんまにもったいないですよ、ほんであれ映像に乗らないっていうのはね、はい、でもそのうち一応撮ってるんでね、うんうん、映像は一応撮ってるんで、またなんかね、売るかもしんない。あ、違う。違う違う。ちょいちょいいろんなところでこの営業を始めます。いや、でも、ぜひね、まあ映像でやっぱり見たいので、まあちょっとね、期間を置いてね、うん、アップしていただいたらね。なんかこの番組でそういうの流してくれればいいんじゃない？ああ、ね、ほんまですか。わかりました、わかりました。まあ、それまたじゃあ。うちの番組だってあんまりもうほら、アーティストさんが紹介しなくなっちゃったからね。最近ね。でもまあね、お茶二人の残る話になっちゃうでしょ、伊藤和田会議みたいな番組になってるからね、うんうんうん、でこの番組ほらアーティストさん紹介する番組だから、はい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 、一応アーティストさんなんだよ、いや、もう分かってますよ、そんな、うん、でなんか流していただければなって思う、ね、うん、そうですね、はい、分かりました、ね、それはそれでね、また枠を開けて、はい、ちゃんと流しますんで、スタジオ観覧はどこで、うん、重曹のスタジオ246、はい、まあこれ毎回ね、場所いいですもんね、はい、あそこね、うん、8時15分に、一応、会場に入るんですね、はい、で8時半から、まあ、ライブが見れて、ね、でそのまま9時から、はい、生放送が見れると、うん、そうですね、ね、本当にいいですよ、なんかね、俺は思うけどね、うん、この番組とかを見てて、なんだろう、うちの番組にいるね、中谷進はここにはいないね、うん、あうちの番組の中にいる中谷に住んだね、うん、本当にね、ね、なんだろう、うちの番組でしか見れないんじゃないかっていうぐらい、なんかね、うん、こんな人じゃないはずなのに、みたいなね。ちょっとたまに不平不満を言ってますからね。中谷に住むの、知ら、なんていうの、そういう中谷に住むのね、知らない人が見たら面白いかもね。ああ、そうか、うん。っていうのはちょっとね、なるほどね。うん、じゃあなんかこの、あれですね。アーティスト TV と、ご放送のワークサミットこうリンクして、こう、ね、横の中で、ね、やるわけだよりね。どんだけ違うかっていうね。これなんか変わんないわ。これはね、やっぱりね、自分のね、なんかあれを守らんとあかんからね。そう、過激なことは言ってないんですけど、まあでも、過激な、なんかスポットとかね、そういうお店はまあまあ、できるだけ紹介していきたい。これからどんどんと、うん、はい。いい番組だよね、ほんとこれね。そうですか。長く続か、ね、続いてほしい。うん、まあなんかね、うん。だんだんとね、そのうちネタもなくなってくると思うんですけど、いや、でも店腐るほどあるから大丈夫だよ、まあまあまあね、南行けばね、うんうん、で他にね、3月は結構ね、イベント多いんですよ、本当いっぱいありますね、うん、そのほら、3月の20日、はい、今回ね、これね、ストリートフェスタ、まあ、日本橋のね、皆さんご存知かどうかわかんないですけど、まあコスプレイヤーからなんだかんだ、もうあれね、1日何万人来るって言ったっけ、
毎回10とか20とかそんな数ですよ、うん、20万人ぐらいなんかアーティスト歩けないぐらい、うんうん、でそれがまあね今回もその3月の20日に、はい、お昼ぐらいからね、まあ、あるのでなんかね、まあそこはやっぱりほら行っときたいじゃないですか。うん、そうですね、あれ正直にアーティスト何やっても見に行ったり遊びに行ったり、ね、そうそう、普通に見に行ってその写真撮りに行ったりとかね、ね、いいんで、うん、だからなんかこうビデオを持って、うん、まあ一応何かコスプレをね、うん、ちょっとまあ何するかはちょっと今考えてますけど、うん、それ放送するの、まあ？うん、まあそれもまあできたらやろうかなと思ってね。じゃあ俺も行っていいの？ああそう勝手にまたほらね、レギュラー化していこうって、うん、だからまあそれはまあそのねやっぱりほらこうあれもまあ関西を代表するイベントになってきたじゃないですか。そうね、あれね、うん、だからそうやっぱりそこはねちょっと言っときたいから、うん、まあそれはちょっと、まあ、取材に行こうかなと、うん、はい、思ってます。で21日が、はい、何でしたっけ、そのローズキングダム、ローズキングダム、うん、ああこれもでかいよね、このイベントね、メンバーすごいよね、モエラさんでね、はい、まあこれ第1回目なんですけど、うん、出てる人がすごいですよ、ね、そうそうたるメンバーもこれね、若いからいろんな人を呼び、うん、寄せてますね、そうそうそう、うん、なのでまあ、これもね興味ありありな、ね、うん、すごいイベント、これもねちょっとだけ、うん、ソルバックサミットで取材は行かせてもらうんで、ね、はい、僕ちょっと顔は出すと思うんですよ、現場にいると思うんで、はいはいはい、うん、皆さんね、そうですね、来てくれ、まあ、ケンケン見かけたらね、はい、声かけていただければ、はい、石でも投げてください、そうそうそうお金ちょうだい違う違う、はい、そこで石ちょうだい、石ちょうだい、闇で CD 持って行ってますんでそうそう、そっと売ってます違う違う違う、うん、で、ね、あ、忘れた、その3月の19日のね、これだ、はい、ちょっと前に戻りますけど、はい、うん、これ忘れた、パワープレーンナイトですよ。これもすごいイベントだ、これ。これ、1年半 ?1 年半前。あ、そうなんね。うんうんうん。で、これも今回、その、みそのですよ、ユニバース。はい、ユニバース。まあ、そこもでかいとこですよ。ね、千人箱ぐらいだよね、うんうん。そこがもういっぱいいっぱいになりますからね。いっぱいになりますからね。すごい人気のイベントで。まあ、はい、このイベントの中では、うちは、まあ、傷だらけ屋というブースをね、はい、やらせていただいて、はい、まあ、特殊メイクというか、まあ、キズメイクとか、まあ、ゾンビとか、まあ、ちょっと簡単な、まあ、メイクをね、はい、やらせてもらう、まあ、ブースを出してますので、まあ、そちらにね遊びに来てもらいたいかな、うん、まあ、ここも何ていうのか、どんな感じかな、そのどういう系統っていうの、あれはなんかサイバー系なの、サイバー系も多いですよ、ゴシックもいますよね、ゴシックもいますよね、だからサイバーもいて、だって今回なんかバンドさんはだってジッタさんとかだからね、はいはいはい、またちょっと違う感じだもんね、うん、ね、そういう系のまたバンドさんとは違うもんね、うん、だからライブペイントがあり、なんかサスペンションがあったりとか、うん、DJ もね、はい、あるっていう、まあすごいイベントですよ、はい、面白いよね、あ、ウィトセクサーリスで出ますんで、あ、そうなんね、はい、うちのスタッフ美女揃いですが、うん、もう女の子いっぱい連れて、あ、じゃあそこはまだちょっとカメラ持って、かなりゴシックなショーをさせていただこうと思っております、まあその模様もまだほら取材しないとダメじゃないですか、そうですね、うん、どうするこれ、3月だから3月はみんなこっちで撮ってきて、こっちで撮ってきて、みんなあのカメラのね、フィルム交換して流そうか、違うか、ほんまでもね、あれ全部行ってたら、本当大変だよ、そう、だから3月、ちょっとまた尺長なる、これね、これね、言うときますけど、これ、本来1時間番組なんですけど、もう初っぱなから1時間半やってるんですよ。ほんで、今回またね、これ、ケンケン遊びに行きたいでしょ、これね。絶対伸びてるから、これまた1時間ちょい。なんか俺、出る前に言われたよ、そういえば。今日はなんかいろいろ映像やらないやらで、ものすごい時間長いんで、ダメです、本当にあれ喋んないでくださいねって言われて出てきてるんですけど。まあもうね、もうええか、思って。喋ってますよ、今日もまあまあ、その辺がほら。ね、やっぱりその辺が、まあこういうネットテレビのええとこじゃないですか。自由にね、できるから。うん、だからまあ今回もスペシャル。ね、もうとりあえず3月も絶対スペシャル。3月も絶対スペシャルになるよ。これね。自動的になりますね。しゃあないもんね。まあということで3月は2時間確保で、まあ皆さん見てほしいなと思います、ね。2時間で入りますかね。うん。ね、映像だけでもね、だって3カ所とか4カ所あったら大変なあれだよね。いや、ほんとそうですね。うん。でもまあ、ね、違うものを見るんだからお客さんも飽きないでしょ。
そう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 、ね、いろんなね、うん、だから、うん、まあほら実際そのイベント行ける人はいいけど、うん、やっぱり地方の人とかね、関東勢の子とかね、うん、やっぱりそういう大阪今どういうイベントがやってるんやっていうことを、まあこういうところで紹介しながら、こんだけでかいイベントがドンって今大阪から発信できるわけだから、今まではどっちかっていうと東京にみんな見に行くとかね、そういうのが多かったでしょ、だけどやっぱ大阪にね今度は東京からでも皆さんでね遊びに来てもらって楽しんでもらうっていうね、そういうことですね、そういうやっぱり大阪に変えていきたいね、楽しい ね、そういうイベント盛りだくさんの大阪、そういうのをまたねこう発信していって、まあできたらやっぱりね実際にそのイベントに来てもらってね楽しんでもらうのが一番なんですけど、まあいろいろ都合とかもあるんで、まあこういうね映像を見てもらって、まあ、紹介っていう形でねしてますけども、はい、という形でまあ今回も絶対伸びてるわ、もうしゃあないな、2時間スペシャルになっちゃってどけお前、今日はまあ2時間はまあいってないと思うんですけどね、かなりのまあ尺は食ってますわ、まあでも全然いいですよ、いいんですか、はい、もう皆さんね多分もうこの番組は1時間半か2時間番組やなと思っとってもらったらねいいかな、でも内容のある時はいいですけどね、ない時はもう、しんどいですよ、逆に2時間とか、だから先月は2時間やったから今月は1時間半ねみたいなね、半分先にやりますみたいな、結局トータルで、まあ、年間の平均で1時間ということですか、年間通したら普通にやってんじゃないみたいな、まあ、そんなにいいでしょはい、というわけで、まあ、今回もありがとうございました、また来月ね見てください。はい。なんかお邪魔しちゃいました。ありがとうございました。はい。ではでは、また来月。バイバイ。